第5回、問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、正しい答えを1つ選んでください。1>, 1番。 山田さんの留守番電話に次のようなメッセージが入っていました。山田さんは明日何をしなければなりませんかもしもし、山下ですが、明日のパーティー急に出張が入って出られなくなりました。で、パーティーの写真ですが、国松さんにカメラを持たせ、撮影までお願いしておりますので、 終わりましたら山田さんが預かってください。出張から帰り次第連絡します。では失礼します。山田さんは明日何をしなければなりませんか 2番 2> 男の人と女の人が返してもらったテスト用紙を見ながら話しています男の人はこれからどうしなければなりませんか俺全然勉強していないから数学以外は全部点数ひどかったよ英語はひどい50点歴史よりはまだ良かったけどえ 歴史そんなに悪かったの今回は割と簡単じゃなかったっけそうかな。全然覚えてないから何とも言えないけど。で、科学はそれほど難しくはなかったけど、答えの順番間違えて最悪だったよ。まあ、点数としては物理よりはちょっと良かったけどね。 答えの順番間違えるなんてありえない。もっとしっかりしないと。俺、集中力ないんだよな。このままだと卒業も危ないかも。もっと問題集いっぱい解かないと。それよりも、まず集中力じゃないの確かに。男の人は、これから、 どうしなければなりませんか ?3 番男の人と女の人が話しています。男の人はこれから何を持ってきますかあ、 今日はお寿司だね。何か手伝うこととかないじゃあ、これかけ終わったらご飯冷ますから、あれ持ってきてくれるえ何をいつも見てるでしょうが、あの煽るやつ。ああ、あれね。でも、いつも不思議でならないんだけど、せっかく炊いたのになんでまた冷ますわけだって、 ごはんをさましてからでないと生の魚はのせられないでしょ男の人はこれから何を持ってきますか四番。 お母さんと息子が話しています。息子は出かける前に何をしなければなりませんかちょっと農協に行ってくるから留守番頼むね。俺もあと一時間ぐらいで家出るけど。あら、そう。じゃあ部屋の窓は私が全部閉めとくからベランダに干してある洗濯物だけお願いね。あとで、 雨が降るかもしれないから。犬はそれは帰ってからでもいいの。やったばかりだから。庭のじゃがいもなんかもそのままでいいわけうん。それも別に構わないから。息子は出かける前に何をしなければなりませんか 5番男の人と女の人が同僚の誕生日のプレゼントについて話しています。プレゼントは何にしますかねえ、来週、吉田さんの誕生日なんだけど、何がいいかなそうだねえ、吉田さんにはいつもお世話になってるし。指輪はどうそれ、ちょっと高すぎないそれに、 サイズもわからないし。じゃあ、お花は吉田さん、お花、結構好きだからね。でも、持って帰るのが大変そう。それもそうね。あれ、マフラーはどうこれからの季節だと、ちょうど使えるし。それもいいけど、ケーキにしないみんなで一緒に食べるっていうのはそうね。 ただ、外回りの人もいるから、皆、ちゃんと集まれるかどうかが問題だよね。そうか。難しいね。じゃあ、やっぱり寒い季節にちょうどいいものにしようか。プレゼントは何にしますか 6番。男の人と女の人が電話で話しています。男の人はこの後何をしますかはい。ABC 自動車営業部でございます。MS 商事の岡田ですが。いつもお世話になっております。こちらこそお世話様です。あの、田中課長いらっしゃいますか 田中は、ただいま、他の電話に出ておりますので、終わりましたら、折り返し、お電話させますが。そうですか。じゃあ、私、出先なものですから、携帯の方へお電話いただけますか承知いたしました。田中は、岡田様のお電話番号、存じておりますでしょうか。ええ、ご存知だと思いますよ。では、電話が終わり次第、 お電話差し上げますので。では、お願いいたします。男の人は、この後、何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。 1>, 1番男の人と女の人が話しています女の人はどうして遅れたと言っていますか 悪いね。長くお待たせして。本当に悪いと思うんだったら、早く来てよ。ごめん。昨夜、残業で遅くなって、チケット取りに行けなかったので、今、取ってきたところ。だったら、電話ぐらいしたらどう事故でも起こったのかと思ったよ。もうちょっとマシなこと考えたら例えば、チョコレートでも買ってこようとして遅れているのではとか。でも、 実際買ってないわけでしょそれじゃもっとがっかりするじゃんだから約束の時間はちゃんと守ること。はいはいわかりました。女の人はどうして遅れたと言っていますか 2番 2> 男の人と女の人が話しています。ジュースはなぜ変な味がしたのですか これ何味変だけど。何か調味料でも入れたの何も入れてないよ。ミックスしただけ。ミックスって人参とセロリを。人参は人参のままでいいのに。でも混ぜた方が栄養があるってよ。栄養栄養って毎日まずいものばかり食べさせられるとストレスが溜まって、 逆に健康に悪そうなんだけど。ただ味がちょっと変わっているだけでしょうが、本当に味にはうるさいんだから。ジュースはなぜ変な味がしたのですか 3番。妻と夫が話しています。夫の帰りが遅くなる本当の理由は何ですか 今日も残業があるから、帰りが遅くなるね。最近残業がやたらと多いけど、実は残業じゃなくて、どこか飲みに行ったりしているんじゃないのんどうして分かったのそれぐらいのことはすぐ分かるわよ。でも、どうせお金使うんだったら、習い事したり、何かスポーツなどをした方が健康にもいいし、 自分のためになるからいいんじゃないの確かに。後で考えてみるよ。夫の帰りが遅くなる本当の理由は何ですか 4番男の人と女の人が話しています。計画はどうして失敗に終わったのですか 本当に惜しいね。そのまま実行すればよかったのに。残念たらありゃしないわよ。計画もちゃんと立てたし、資金も揃ってたのに。あなたの一言で。俺も反省してる。でも、生まれつきこういう優柔不断な性格だから、これからは君に任せるよ。けど、もし失敗したら夫婦って、 性格意外と似ているからねはははそうかもねあなたの性格が私に移ったのかな計画はどうして失敗に終わったのですか 5番。女の人が男の人と話しています。男の人はどうして女の人に怒られていますか仕事ちゃんとやってるのどういうつもり自分なりに頑張ってはいるつもりですけど。じゃあ、結果はすべては結果が物を言うからね。営業成績がビリだとはね。 このままだとクビになるかもしれないよ。しっかり頑張らないと。はい、わかりました。以後を気をつけます。気をつけるだけじゃ何にもならない。実際に成果を上げないと。はい。男の人はどうして女の人に怒られていますか 6番男の人と女の人が店で買い物をしています。女の人はどうして怒っていますか このワンピース、値段も安いし、デザインも可愛いんじゃない生地もまあまあいいけど、この裾や膝のところがいい加減なんだよね。だから安いんじゃないのいかにも安っぽいのは嫌。買うからには割といいものにしたいの。これも嫌、あれも嫌で、いつまで回るつもり早く決めてくれないかな 一軒も回ってないのに。でも、一軒で30分も過ぎているぞ。じゃあ、俺、外で待つから、どうぞ、ごゆっくり。だから、一緒に来たくなかったのに。もういい、帰る。女の人は、どうして怒っていますか 問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問を聞いて正しい答えを1から4の中から1つ選んでください。 一番。男の人と女の人が話しています。ああ、もうすぐ夏だね。今年こそダイエットして、おしゃれしようって思ったのに。だから、年明けに行ったじゃない。一緒にジムに通おうって。あの時は、わざわざジムに行かなくても、毎日縄跳びすればいいと思ったから。それに、英会話教室に通ってて、 時間もなかったし。何事も自分一人で続けるのは簡単じゃないよ。あの時申し込んでおけばよかったね。今になって考えてみると、確かにそうするべきだったね。女の人は何を後悔していますか ?1。ダイエットしなかったこと。 2. ジムに通わなかったこと。3. 縄跳びしなかったこと。4. 英会話教室に通ったこと。2>, 2番。男の人と 女の人が話しています。お家に帰って夕飯作らなきゃって考えると憂鬱になるんだよね。そうか。土井さんのうちも共働きだもんね。夕飯っていつも土井さんが作るのうん。うちの主人なんて暇さえあれば囲碁よ。囲碁か。いいね。何羨ましそうな顔してるの だって、うちは女房が忙しいもんで、家事はほぼ私がやってるって感じだから、家事に追われて好きなことができないもんな。奥さん、そんなに忙しいの私も忙しくなりたいな。家事ではなく仕事で。じゃあ、忙しいふりをしていればいいんじゃないそしたら、ご主人も家事やるようになると思うけど、 そうなるかなできそうにないけど。大切なのは、うまくできなくても、とにかく褒めてあげることだよ。男って、だいたい褒められて伸びるたちなんだから。自分の経験談ね。わかった。試してみよう。男の人は、女の人に、夫に家事をしてもらうために、 大切なのは何だと言っていますか ?1、自分で夕飯を作らないこと。2、仕事で忙しいふりをすること。3、夫がうまくできなくても褒めてあげること。4、今までの経験を十分活かすこと。 3番男の人と女の人が話していますまた翻訳君が引き受けたんだから君一人でやれよそんなのできっこないじゃないならなんで引き受けるんだよだってあなたが英語上手だってみんな知ってるんだもん僕だって仕事あるし第一ボランティアじゃないんだから 全くやめてほしいなぁ。男の人は何をやめてほしいと言っていますか 1>, ?1、女の人がいつも一人で翻訳すること。2、女の人が翻訳の仕事を引き受けてくること。3、女の人がいつもボランティア活動に参加すること。 四女の人が男の人の英語の上手さを宣伝して回ること。問題四。問題四では、絵を見ながら質問を聞いてください。 それから、正しい答えを、1から3の中から一つ選んでください。1番。日本に来たばかりのピーターさんが、隣の人にお土産を渡しています。何と言いますか ?1。どうもお世話になりました。 二、あの、ほんの気持ちです。三、これからお邪魔します。二番、男の人が女の人に お土産を渡しています。女の人は何と言いながら受け取りますか ?1、つまらないものですが、どうぞ。2、お口に合うかどうかわかりませんが。3、どうもすみません。お気遣いいただいて。 3番、女の人が先輩に願書の書き方を聞いています。何と言いますか ?1、願書の書き方を教えていただきたいのですが2、願書の書き方を聞いていただきたいのですが3、願書の書き方を 聞かせていただきます。四番。髪型を変えた友達を褒める場合。何と言いますか。一。髪型変えた。 今日は本当に綺麗だね。二、髪型変えたんだね。すごく似合ってる。三、髪型変えた前よりは綺麗になったね。 問題5。問題5では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から正しい答えを一つ選んでください。1番。 それ、高かったでしょう 1, 1それほどでもありませんよ2そうですね高くてめまいがしますね3いいえこれがもっとかたいものですよ2番 しまった。「1, 1」「どうされたんですか?」「2」「どうなさいますか?」「3」「どういたしましょうか? 3番」あれ 佐藤さんは 1>, ?1、大阪出身で今年23歳です。2、今大学院に通ってます。3、今コンビニに出かけてます。4番。 どうしたんですかその格好。1>, 1、いつも日曜日に買い物に行くよ。2、ちょっとコーヒーをこぼしちゃって。3、あそこの帽子をかぶってる人だよ。 5番、お湯沸いた 1>, ?1、まだ、ワインでも飲むの ?2、まだ、コーラでも飲むの ?3、まだ、お茶でも飲むの 6番山下さんが結婚するなんてびっくりしたわ。1>, 1、本当、かわいそうだね。2、本当、あいにくだね。3、本当、信じられないね。 7番。いくらスミスさんに電話をしても出ませんね。1>, 1。昨日お国に帰ったそうですよ。2。昨日電話すれば大丈夫ですよ。3。昨日スーパーに出かけましたよ。 8番、やっぱり今日雨になったね。1>, 1、山田さんに傘を貸してあげたよ。2、天気予報の言った通りだったね。3、やっぱり夏は暑くなくちゃ。 「ねえ今度の連休どこ行く? 1」「1新幹線で行くと2時間40分で着くよ」2「2さすが連休でどこも混んでいるね」3「3今は試験のことで頭がいっぱいなんだよ」